イオン五郷塚ショッピングセンターは、かつて、石川県野の,の市市五郷塚にあった、イオンリテール運営のショッピングセンター。1998年3月14日に、五郷塚サティとして開店。マイカル北陸の第1号店である、野の市町五郷塚第二都地区画整理事業に、伴い整備された区画に位置しており、東側は、 国道8号の金沢バイパスが通っているため、付近の交通量は多い。施設は3階建てで、1階と2階は店舗、3階と屋上は駐車場である。2階には、イオングループのイオンエンターテイメントが運営する、イオンシネマが入居していた。2011年3月1日、イオングループの再編によって店舗名が、イオンに変更された。二千二十年九月、 1.6km 西にある白山市横江町にイオンモール白山が開業することに合わせ2021年5月末をもって閉店することになったイオンモール白山は2021年7月19日にオープン同モールにはイオンリテール北陸新越カンパニーにより食品や衣類の専門店が出店するほか映画館のイオンシネマ含めて イオン五郷塚の一部店舗も移転した。イオン五郷塚ショッピングセンターでは閉店後、6月1日から同月13日まで食品や日用品の販売が実施され、その後に建物は解体されている。跡地には2023年3月にアークランド坂本と山田ホールディングスの共同連携による複合商業施設をオープンする予定であるが、 2021年9月時点で入居する業態は未定となっている。ワーナー・マイカル・シネマズ五教塚として1998年3月14日の五教塚サティカ展と同時にオープン。石川県ではユナイテッド・シネマ・金沢に次いで2番目のシネマ・コンプレックスで8スクリーン1661席を備える。 2013年7月1日に運営会社のワーナー・マイカルがイオン・シネマズを合併しイオンエンターテインメントとなったため劇場名を現名称に変更した石川県内のシネマコンプレックスは2017年3月時点で7施設あったが多くは金沢市中心部より北側に偏っており金沢市より南部ではイオン・シネマ新小松が同月に開業するまでは 投資説のみであった。ありがとうございます。